こんばんばは、島です、えー、今日はね、あのー、数日前にガンダム勢と太鼓の達人勢が小競り合いみたいなのをしたんで、まあ、それについて語っていきたいと思うんですけど、まあ、ことの始まりは、あのー、闇バイトでその強盗をしてで、あのー、捕まっちゃった子が、まあ、太鼓の達人勢だったみたいなツイートをその滝沢ガレオさんがしててで、そのツイートにねあのガンダム勢の なんだっけな山田ライジングみたいな人が「やっぱり太鼓の達人か」みたいなその太鼓の達人勢に喧嘩を売るようなねツイートをしてでまあそれに対して、まあ、怒った太鼓の達人勢が、まあ、引用リツイートで「そのいやいやガンダム勢も大河野郎」みたいなそのまあ醜い争いにね発展していったのを見てたんですけどまあ太鼓の達人もねあんまりあのまあいい噂は聞かないんですけど。 まあ、一体どっちがやばいのかっていうお話になると、まあ、僕はね多分ガンダム税の方がやばいんじゃないかなって思うんですよね。まあ、というのもやっぱ人口的にもねそのガンダム税の方が多いと思うんですよ太鼓の達人より。なので結果的にやばい人も増えてくるっていうお話ではあるんですけど、まあ、太鼓の達人に関してはまあでもそ、まあ、悪い噂は聞くけどなんか今回のまあ闇バイトの件と、まあ、なんか女の子が無賃乗車して捕まったみたいな。 そういうお話が、まあ、新しく聞いた中だと、まあ、その2つかなあるんですけどいやガンダム税に関してはあの、まあ、殺人事件みたいなのが起きてまして、まあ、別に殺人事件前にはその、まあ、日本のどっかで一、ね、日何回か起きてるとは思うんですけど、まあ、それが、ね、たまたまガンダム税であっただけの話だとは思うんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、ガンダム強い人と弱い人がいて で強い人がその弱い人の家に居候してましたと。でまあろくに働きもせずでガンダム強いから結構弱い人にねその偉そうに接しててでまあガンダム弱い人はねそのついに切れてまあ手出して殴っちゃうんですけどまあ打ちどころがおらくて、まあ、朝起きたら、ね、亡くなってたみたいなお話って僕聞いたんですけどまあ詳細にはね違うかもしれないんですけどまあガンダム が上手いといまあ、ゲームうまいとね、その勘違いして偉そうになっちゃう人って結構ね、いるんですよね。これは結構前の話らしいんですけど、まあ、とにかくガンダム強い人がいて、まあ、まあ、なんていうかそのパーハラ、パワハラガンダム勢としましょう。あパワハラガンダムを感じましょう。で、まあガンダム、まあ、相方さん、2人でやるチームのゲームなんですけど、その相方、 にすごいボルカスに行って、チームゲーなんで、どっちかがやらかして対戦負けちゃうみたいなことは結構あるんですけど、負けた原因をすごい追求して、詰めて、お前のせいだぞみたいな、ふざけんなよみたいなそのパワハラをしまくって、その子精神的に追い詰められちゃって、自ら命を絶っちゃったみたいなねお話があって、これもね聞いた話なんですけど、おそらくそのパワハラガンダム勢も誰かわかんないんですけど、 僕はねそれと思わしき人物がちょっと僕の友達になんか触手を伸ばしてまして <laughs>、あのー、僕の友達、まあ、これ K 君っていうんですけどこの子もねちょっと結構やばくてそのエロゲーが好きで Twitter、まあのアイコンもエロゲーの女の子で,で、まあ、タブレットでなんかエロゲーをやって <laughs> それをやりながらご飯を食べるっていうのをそれを撮影して Twitter になんか エロゲメシみたいなタグをつけて投稿すしてるやつでこいつちょっとなんかやばいっていうかその食い物を強得してるっていうか、まあ、僕もそれに関してはやばいと思ったんですけどまあね勝率もまあまあ50%そこそこくらいで「まあ、ガンダムヘビーアームズかいっていうその、まあ、結構その使ってると嫌われちゃうようなその、まあ、肝キャラっすよね使ってて。 で配信、YouTube とかで配信してたんですけどで、それに目をつけたそのパワハラガンダマーさんがあの、その人の対面で出てきてボコボコにするんじゃなくて、その子にその絡んでいって、組んであげるよって言って、あの組んで、まあ、当然その、ね、ガンダムめっちゃ強い人に組んでもらえるって言うから、喜んで組むんですけど、ただその、まあ、どう考えてもその K 君の方がね、弱いからやらかすことが多いんですけど、でそれに突き込んでボルカスに行って、 気持ちよくなってるのか分かんないですけどまあ説教してパワハラしまくってで結果的にその K 君はねその配信やめちゃうっていうまあ精神的に追い込まれたのかなっていう話があってもしくそのパワハラガンダムさんがその同一人物だったら懲りねえよなっていうね恐ろしい話だなって思ったのといや本当そのガンダムがね強いとねあの やっぱ勘違いした人、本当に多いなっていう話と、他にはその未成年引っみたいな事件が、そのぐあの大阪のグリシタにたむろしてる子たち、少年少女がね、たむろしてるんですけど、もうそいつの犯人はそのもう少年じゃないですけど、今年30歳くらいのやつが、その、 グリ下に保ろしてる、ね、その女子中学生と関係を持ったみたいな持ってその捕まっちゃって一回は釈放されたんですけどそのね中学生の女の子になんかあの売春させたみたいなのをなんか武勇伝として語ってでも再逮捕みたいなねあのー、件が、まあ、記憶には新しいんですけど、まあ、正直ねその、まあ、ガンダム生の方が全然やばいんじゃないかなっていうふうに 僕は思うんですけど、まあ、いや、そんなことないよ、太鼓の方がやばいよっていうね人がいたらね、もし動画見てたら、そのコメントとかにね、書いてくれると嬉しいんですけど、あのー、まあ、僕がね、その、このガンダム会話にいて、なんか一番胸く悪いなっていうお話がありまして、まあ、僕の友達、J さんと、あのー、あのガンダムが強い、その A さん、この A さんはかなり強くて、その全国大会にも出場するような腕なんですけど、 まあその僕の友達の J さんがガンダムの公式がやってるイベント内で A さんに殴られましたっていうお話なんですけど、まあ、ことの始まりはそのイベントの前にその A さんの彼女とま僕の友達 J さんの間でトラブルがありましてで、まあ、多分ねこれに関してはどっちも悪いんですよ、まあ、J さんにも問題があるしその A さんの彼女にも多分問題はある あるんで、まあ、どっちが悪いとかいうふうには言えないんですけどただその彼女さんの言い分だけを聞いてその怒った彼氏さんが、まあ、A, さん A さんがその公式のイベントでその J さんを見つけて殴っちゃうんですよねでただその僕の友達の J さんっていうのがあの体重1 0 0キロを超えてる巨漢で,で、まあ、A さんはその悪く言っちゃうとその地位級というかその体重が5 0キロくらいの小柄なまあ男性だったんですけど ジェイスさんもやっぱ揉み事にも慣れてるっていうのがあってもう殴られてもねそのまあほぼほぼダメージもなくてまあ簡単に弾き返したんですよ。弾き返して「お前さこんな公式のイベントをその大勢いる前でこんなことやって迷惑だからイベント終わったら相手してやるから待ってるよ」みたいな感じでその場をね収めるんですよね。まあ、意外と,その大人と大人の対話するなと思ってま心関心。 したところもあるんですけど、まただその ja さんがまあ当たりどころ悪かったり悪かったりして、まあそのノックアウトされてその場でね。倒れちゃったりしたらまあ救急車呼んだりとか。まあ警察呼んだりとかで、そのイベントのね。スタッフさんとかも。多分対応に多追われて、そのまあ結構なトラブルに発展したと思うんですよね。で、まあこういう事件があったからま、今後ね。イベントこうしようとかまあ。 もうチェックしようとか、警備員さんね、もっと増やそうとか、もうそもそもこんなイベントをやらない方がいいとかですね、あのー、そういう話になって、まあ、イベントの存続とかね、その運営にかかってきちゃうような事件をね、まあ、A さんは起こしてるわけですよね。でこれもね、やっぱ A さんがそのガンダムが強いからその勘違いしちゃったのか、もともとおかしな人だから、そ,の、ね、そういうことをしたとか、いろいろ考えるところあるんですけど、 まあ話それだけじゃ終わんなくて、まあ、J さんはそれエ、ね、A さん吹っ飛ばして、まあ、弾き飛ばしてその、まあ、待ってるよイベント終わるまで待ってるよって言ったんですけど、まあ、A さんはとりあえず地元に帰っちゃうんですよ、それで。で、まあ、J さんはねそれであの雨の中待ちぼうきするっていうオチなんですけど、で、地元帰って、でその地元にね、荒くれ者がいて、その荒くれ者に J さんの処理を依頼するんですよ。やっつけてくれと。俺勝てなかったから。 いやそこまですんのかよってあの思うんですけどでもっとおもでこの話結構面白いんですけどその実は荒くれ者と、まあ、僕の友達のジイさんの間で過去に実はもうトラブルが起きててジイさんがちょっと怖すぎて荒くれ者はもジイさんにひれ伏した後だったんですよね全面降伏しててで、まあ、そういう荒、まあ、くれ者はジイさんにあの、まあ、連絡して A からこういう入れが来たんだけど 大変だったなみたいな <laughs> その連絡をしてで J さんも「ああそうだな」ってで「お前俺とやんの?」ってそのアルクレムのに行ったらまあ当然や,やんねえって言って終わったんですけどで本当にそのイベントで人を殴るしでなんか他人にそのなんていうんですかねその、まあ、復讐代行みたいなのを依頼するしとんでもねえやつだなって思うんですけどでその人今 YouTube チャンネルかなんかでね活動してて今多分その時の彼女さんと 結婚したのかなそのまあこの嫁さんとその彼嫁さんと旦那さんでその YouTube 配信とかしててその、まあ、ゲーセンでねその配信台使って配信もしてるし家庭版にこのゲーム一色もされてるんでその家庭版の、ね、方でも配信して大会とかも開いたりしてるのかなでか結構ね人を見てて「いやでこんなやつの配信見るやついるんだな」って俺、まあ結構冷めたの見てるんですけど大会 大会も開いてて、で、うわ、A さんが大会開いてる相方探して出ようみたいなことをタイムラインで言ってる奴もいて、本当にあの、よく出るよな、みたいなその、恥ずかしない、恥ずかしくないのかな、こいつらって思って、もうすごい俺冷めた目、冷めた目見てるんですけど、まあでもね、楽しそうにね、その大会出たいなとか思ってる人たちのなんか、ね、人たちがその、泣えるようなことを言いたくないし、ほっぴらにはいないんですけど、 本当になんか、しょうもねえ会話だなっていうふうに思いましたっていう話ですね。じゃあ、その、さっきも書いたんですけど、太、ま、鼓、あのね、やばいエピソードとかあったらコメントに書いてくれると嬉しいです。で、まあ僕のね、あのー、話した、あのー、お話のね、感想とかも書いてくれると嬉しいです。じゃあ次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。